どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございますね。お腹すいたんでご飯食べるっていう動画なんですが、これ食います。はい。卵と豚肉と、キクラゲの炒め丼という、なんか長ったらしい名前でございますが、229円でございますので、230円。まあ、消費税入れて約250円のお弁当でございますんで、まずこれ食います。電子レンジでチングした方がいいと思うので、ちょっとチングしましょう。チング、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 チーあ、チング、チング、あっしゃ。よし。で、キクラゲ。うん。キクラゲですね。俺ね、結構キクラゲ好きなんだよね。キクラゲ。でね、俺ずっとね、僕ね、キクラゲはね、クラゲだと思ってました。僕はね、キクラゲはね、ずっとクラゲだと思ってましたね。そりゃそうだよね、名前がさ、キクラゲなんだもん。素直に考えてさ、クラゲだと思うじゃん。違います。キノコなんですね。キクラゲっていうのはね、キノコでございます。はい。うん。それでまあ、食感がクラゲに似てるから、まあ、なんていうかな。まあ、キクラゲ。要するに木に生えるクラゲ。でございますね。それでキクラゲと。いう名前になっているということでございますね。僕はね、ほんとキクラゲ好きなんだよね。うん。僕はね、意外とこのワカメ、これワカメスープです。今作って。うん。僕はね、意外かもしれませんけど、もういいかね。うん。うん。よし、あっちゃ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 。うん。うん。ほい。うん。ほい。皆さんね、意外かもしれませんけどね、僕はね、キクラゲが好きです。はい。でね、よく九州ラーメンとか行くじゃん？うん、九州ラーメンとか行って、通過のトッピングとかあるでしょ？うん。うん、どうだろう。うん。うん、だから、うん。うん。通過のトッピングにね、俺結構キクラゲ乗せるよ。うん。うん。それでね、お店によって注意しないといけないのは、デフォで、キクラゲを乗せてる店と乗せてない店があるんだけど、うん。デフォでね、うん。キクラゲを乗せて、いるお店でキクラゲの増量頼むと、丼いっぱいキクラゲ乗せてくるとかありません。まあ僕はそんな、うん、キクラゲ大好きなんで、まあそれはそれでもいいんですけど、結構、一般の人がびっくりしたりしますね。うん、というかまあ俺も一般の人なんだけどさ、うん、みたいな、うん。基本的にキクラゲっていうのはまあ、そんな高いもんじゃないんで、うん。景気よく、乗せてきたりしますが、あんまこれキクラゲ入ってんねやな、でもな、うん。キクラゲの食い方はですね、まあ、ポヨンポヨンの形のまま、やるパターンと、あとなんていうかな、いわゆる、細長く切る。うん。パターンがありますね。んで、まあ、九州ラーメンなんかで、一般に細長く切るみたいな。うん。感じで、やってるとこ多いですよね。うん。俺、ほんとトッピングね、キクラゲ通過で入れるよ。俺も、九州ラーメンでさ、キクラゲ入ってないと俺、基本的に許せない。うん。そうだよ、もうだった。一蘭ってキクラゲ入ってた？一蘭。はい。一蘭ですね、豚骨ラーメン。うん。通過トッピング。
はい、キクラゲなかったんじゃねえの。受賞歴、うん、いい、受賞歴とかいいんだよ。ラーメン、うん、今聞く。確かね、キクラゲがね、ないんだよ、ここ、確か。うん。なんで、うん。確かそうだと思ったぜ、俺、記録では。うん。それで俺も、や、ますます一蘭が嫌いなんだよ。うん、確か。一蘭ね、うん。店舗。一蘭ってさ、公式にさ、その、あれが載ってねえよね。あの、値段が載ってねえじゃん。俺、それがまずさ、俺さ、気に入らねえんだよな。なんでさ、公式に値段載せねえんだ、一蘭はよって感じですね。はい。確かね、あ、キクラゲあんのか、中華で一蘭。一応あるみたいですね。うん。なんでだろう。うん。一蘭。うん。一応あるみたい。うん。あんま印象に残ってね。うん。まあ、豚骨ラーメンでよ、九州豚骨ラーメンでキクラゲなかったら俺怒るよ。うん、うん。まあ、まあ、豚骨ラーメン以外にもね、いろんな中華料理に、うん、キクラゲっていうのは結構いろいろ入ってるもんでございます。うん。うん。酢の物、野菜炒め、すき焼きにキクラゲって入れるかな。うん。うん。刺身ってのはね、キクラゲの刺身ってのがあるんだ。へえ。うん。うん。うちらにはトッピングでキクラゲがあったか。うんうんうん。じゃあ久しぶりに一回行ってもいいな。うんよし。うん。この一覧はさ、公式ページに値段を入れてない。うん、今いくらなの？こんな高えの？1620円？一蘭5000っていうのがなんかいろいろセットがついてるんですか。ご飯とかラーメンだけだと980円。でも、ついに一蘭も980円もするようになったの。どんどん値上げして一蘭と、あと、うん、全国物品と一蘭の値上げがすごいよね、本当に。うん、天下一品俺好きなんだ、あれ。あの下品な豚骨スープがすごい好きでさ。うん。うん。うん。天一でさ、行ってさ、で、ネギ増しやるんだよ、ネギ増し。うん、ネギを増すな。うん。実は、あの、天一はね、まあ、最近値上げしてさ、行かなくなっちゃったけど、うん。昔はね、天下一品はすごい俺変わってさ、大体食うのはね、うん、こってりのネギ増し。うん、ネギ増しって言ってもね、あれなんだよ、あれをやってるんじゃなくて、いわゆる、ラーメンショップみたいな、ああいう、ネギではなくて本当の薬味に入ってる輪切りのネギの
量がただ増えるだけなんだけどさ、なんかあのこってりスープになんかネギがすごい合うんで、うん、あの天下一品のあのラーメンにラーメンショップみたいなね、あのネギを入れて食うと絶対うまいと思うんだけどね、メニューにはなってないけど、うん、まあちょっといつも残念に思ってるんだけど、まあそもそも最近値上げ著しく天下一品行ってないからね、うん、高級品になっちゃったんだ天下一品な、うん、まあ僕はそういうわけでね、うん、基本的に、うん、日高屋と餃子の満州で頑張っておりますが、まあそんな感じでね、卵と豚肉とキクラゲの炒め物ということでいただきましたが、キクラゲほとんど入ってなかったね、なんかね。もうちょっとキクラゲいっぱい入れてもらいたいと思うんだけど、まあこれは好みの問題でございますんで、まあ残念。うん。ちゅうことでございますね。はい、というわけでね、今日はキクラゲについて語るということで、うん。以上です。どうもごちそうさまでした。失礼します。